貴重な時間をいただきまして、はい、誠にありがとうございます。FC 町田ゼルビア黒田剛監督をお迎えしまして、チームマネージメントおよび今後の展望に関しましてお話をお伺いさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まずは単独首位でございまして、この快進撃にはさまざまな要因があると思うんですけれども、黒田監督だからこそできたと思えるポイントを教えていただけますか。そうですね、どちらかというと、プロとしては、まあ、未経験であり、ね、教育の世界で30年やってたっていうことが、まあ、現時点ではポジティブに働いてるのかなというところ、はい、やっぱりこう今年の町田っていうのは育成年代に携わってた指導者たちが多いので、割ときめの細やかなアプローチができるということ、はい、それから、約330人ぐらいのサッカー部の私もトップでねずっとやってたもんですから、はい、その組織のマネジメントっていうことに関して言うと、すごくやっぱりこう細かくやってきた、そのノウハウが今生きてるんじゃないかなと。さすがでございます、だからまあ勝った負けたというよりも、はい、チームがまた組織というものがすごくこう円滑に、またはみんながきちっと理解できるような状態で、毎回毎回こう試合ができていること、それが一番今の一番いいポイントかなと、ありがとうございます。今こう Z 世代に対する指導とか育成に関しましては、一般の私たちの経営者側ですと、特にこうハラスメントの問題とかで指導のしにくさっていうのは、よくいろいろな経営者と話している中でも話題に上がりますし、気にはかけているところです。でそんなところで黒田監督ですと、その世代を指導し続けてきたご実績もございますし、私たちそういった経営者に対してアドバイスがあれば伺えれば嬉しいです。なかなかこう昔だとね、プライベートだとかそういったところ、仕事と の, かあの垣根っていうのがあんまり見えずに、ね、なんとなくこうやってたり、またはね、残業なんかもね、無償でやって、はい、それが根性論みたいなものだったと思うんですけど、今は、ね、そういうことが受け入れられない状態、またはそれを強要するとパワハラになってしまったりもするしというところなんで、すごく難しい、上司としてまたは経営者としてアプローチは難しい時代には入ってきたんですけど、でもやっぱり今と昔でも、まあ、30年前でも変わってないのっていうのはやっぱ感情なんですよね。でそのなんて言うんだろう、感情っていうのは人それぞれみんな持ってるんですけど、この感覚はなんて言うんだろう、みんな、誰もがその感動する感覚であったりとか、または悲劇を感じることであったりとか、そこは昔も今も変わってない、というと今の子たちがその一つの仕事に向かっていくためには、どっちかっていうと何かが成功したっていう喜びも一つ方向を向けていくことはそうでしょうけど、必ずしもそれが成功していくとは限らないわけであって、だとするとその悲劇的な感覚を持ちながら仕事をしていく方向に持っていくことの方が気持ちは向きやすいんですよね。だから社長からなんやかんや怒られるってなったって、そんな仕事の講師コンどうすんだよって思いながら下ベーって出して陰では終わってるような社員もいるかもしれないですけど、でもこの仕事を全うしなければ、またはここで評価結果を出せなければ、仲間たちから同じ社員たちから評価されないっていう悲劇感があったら、仲間から認められないのはやっぱり自分としては不本意なんですよ。そうすると時間を押してでも何してでもやろうと思うわけですよ。なるほど、はい、だからどっちかっていうとそこに上司や、ね、社長経営者が関わるというよりは、仲間グループでの、自分の評価価値を上げたいと思えるような仕組み作りをしていくこと、それがすごくこうなんて言うんだろう、今の Z 世代の子たちを率いるにはもってこいのっていうか、すごくいいアプローチの仕方だと思います。なるほど、ありがとうございます。大変ためになります。続きましてはちょっと経路を変えまして、デジタルデータの方ですね、お伺いさせていただきたいんですが、昨今世の中ではデジタルデータ化がもちろん進んでいまして、長年にわたって監督業をお務めになられていらっしゃる黒田監督の目から見て、まあ、サッカーはもちろんスポーツ業界においてもデジタルデータ化というのは実際進んでいるというふうに思われますでしょうか。そうですね、もちろん、ね、社会も浄化社会の中で、ね、進んでますけど、まあ、サッカーも、ね、世界の選手の情報、または、プレー一つ一つが全部切り取られて、それが我々のデータとして用いられることってすごく多いですので、それはすごくこう進んでますよね。
うん、またそれでね、今の昔だったらスタジアムまで行ってスカウティングしないとなかなか相手の情報もわからなかったのが、はい、もう全てがもう室内で全部分かってしまうっていうような状況で、うん、相当進んでると思いますね、それは。なるほど。弊社のユニテックスという会社なんですが、町田から世界へということをスローガンに置いてまして、でゼルビア様も町田を世界へがスローガンというふうに昨年、昨シーズンは聞いておりました。で同じその町田で、やっております企業としまして、で黒田監督のこう世界への思いというのはどうでしょうか。これ最後の質問でございます。そうですね、まあ、まだね、町田に来て半年も経ってないので、なかなか世界というものはイメージできないんですけど、はい、ただやっぱり来たからには、いろいろこのチーム作り、組織作りっていうものが、ね、もちろん日本の中でもね、うん、日本のあらゆる J リーグの中でも、やっぱり最先端を行ってると言われたいし、うん、そしてそれがチーム、組織に落とし込まれて、今のパフォーマンスが生まれているというもの、まあ、そんなものが良ければ世界にも発信できるでしょうし、なかなかこうね、まだ J2 という立場で J1 もまだたどり着いてない状況の中で、ね、そういう、こう、はい、世界世界とは言えないんですけど、はい、ただやっぱり今、やってること、はい、または向かってる方向性っていうところで言うと、うん、やっぱり確実に世界っていうものを意識した中での、ベクトルにはなってると思うので、そこはブレずにやっていきたいなと。ただ一気にこう世界を見ながら今の目の前の試合を戦うことはできないので、まずは目の前の1試合っていうものが、気づいたらね、世界につながってたというような形にはなったらいいなと思いますね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。